ここは平和ですよ。スピードの向こう側に見える世界があるなんて知らなかった。だって私の時間はずっと止まっていたから。退屈そうだな。よう、今日の気分は？ぐっちゃぐちゃのパーだよ。てか誰？おじさん行く気だね。行く気だね。あれ何か分かってるよね。バカだよね。バカかな。ああ、行っちゃえ行っちゃえ。あんたは死にたがりだよ。お前、スカッとしてねえだろ。その人の手は確かに温かかったけど、それどころじゃない非日常が私を動揺させた。ちょっと、なんなのあんた。何に見える？そんなこと聞いてるんじゃない。今のこの状況を私に説明しろって言ってるの。世界の不幸を全部背負ってるみてえな面してっからよ。そんな顔してない。ねえおじさん聞いてる？あ、ちょっと前危ない。危っ、聞け。あんたみたいなやつのせいで世界がこんなんなってんのよ。終わりか。は？危ぞ。その瞬間、私の知らない日常が突然現れ、動き出す。私の中の唯一の記憶。行きたかったな。あ、何それ、聞いてねえぞ。さあね、こっちも知りたいのよ。じゃあね。なんで来るの？わかんない？あいつらは私を狙ってるの。ふん。私に近寄るとみんな。お前面白いな。食し合って巨大化してやがる。あれもお前のせいか？うるさい。やっぱお前面白えよ。うるさい、うるさい。さてと。ちょっと、いや。言ったろ、お前のしけた綱が気に入らねえって。やるんだよ、あいつを。私、打ち方なんてわかんないよ。引き金引くだけだって。無理無理、でかすぎだって。ねえ、やっぱ逃げよう。気合だよ、気合。最悪、ずっと一人だったんだよ。それで問題なかったんだよ。ああ、なんだ、聞こえねえぞ。行きたいところがある。ああ、なんだって。
行きたいところがあるって言ってるの。でもダメなの。じゃあかけよう。あれが笑っちまうくらい完膚なきまでに気持ちよく大破した暁に、お前が今まで出したことのないくらい大声で笑ってるに、俺の全部だ。それ賭けになってないし。行け。ただの一輪車さ。てか、どうするの？